今日買ってきたのはゴーレム、1100円かな、クーポンで1000円だったんだ。ストーンマンがあんだな。ストーンマン、ゴールドマンが欲しかったな。できれば金で塗っちゃおうかしら。見てよゴーレム、俺の部屋を守っておくれ。うわでかい。このゴーレム、ゴーレム寝てるよ、ゴーレム寝てるじゃん。これどうなってんの。え、これ動くの。ゴーレム、こんな前かがみにゴーレム、嘘。あ、このゴーレム動くんだ。あ、マリオみたい。このゴーレム動くぞ。すげえ、なんか下向きすぎじゃない。こうしたいんだけど、こうはいかないのか。立つとこうなっちゃうんだ。うわすげえ内股になる。すげえ立たせようとすると内股になるな、このゴーレム。これでいいの、これ内股ゴーレム。これじゃあメルキド守れんぞ。ゴーレムさ、こんな感じなの。なんだかわかんないけど、ちょっとポーズつけてみる。こうか。わ、すげえいいじゃん。これゴーレムって最初中ボスでさ、妖精の笛で眠らしてさ、すげえなんかボス感があったんだけど、続編が出るにつれてなんか雑魚キャラみたいになっちゃったんだけど。そして俺はゴールドマンが一番最初に好きになったドラクエのモンスターのキャラなんだけど、小2の時に出たんかな、ドラクエ1が。借りまくってたね、ゴールドマン。超金持ちになってたもん。こう飾ろうかな、ビジュアルアートの前に。わあ、金色に塗りたい。こんな感じ。ストーンマンがこれ手が逆なのか、覚えてない。こんな感じ。やっぱりいいんだな。もう守ってもらおう、俺の部屋を。